女子シングルショートプログラム最終組の演技が始まります。このグループの最初に登場したのはハンガリーのユリア・セベスチェン。予選のフリーでは第3位。もうすっかりこのメロディーもおなじみになりました、アランフェス協奏曲。スムーズなスケーティングとジャンプの高さがこの人の大きな魅力の一つです。そして基本に忠実なジャンプが見れますよ、はい、まずフリップジャンプ、鮮やかなジャンプです。一つ課題はこの次にあるジャンプコンビネーションです。さあ、お手本のようなトリプルルッツが見れると思いますよ。これはどうしたことでしょうか。今トウをつくジャンプなんですがね、トウをついたときトウは滑りましたね。あ、ですから高さが通常よりも出ませんでした、はい、ジャンプコンビネーション大きな失敗が出ました。セベスチェン、この前のグループでもジャンプの失敗が相次いだんですが、このグループの最初の演技者セベスチェン大きなミスが出ました。これはうまく決まりましたね、はい、ダブルアクセルジャンプ。ここも歯切れがいいフライングスピンです。気持ちを立て直して後半終盤の滑りに入っていきますセベスチェン。ステップはなかなか軽快ですね。そうですね、非常に難しい足さばきしてるんですけど、まず素晴らしいですね、はい、イルマンスピン、終盤はさすがに滑りのいい演技を見せましたハンガリーのユリア・セベスチェン。前半のジャンプの転倒が本当に惜しまれます。ジャンプには定評のあるセベスチャン、3回転のフリップジャンプ、これがルッツジャンプなんですが、はい、同じ足で同じ塔をついて飛ぶジャンプですけども、あ、飛ぶ前のカーブが違うんですね。なるほど、体の外側についてるエッジを使うジャンプと内側についているエッジジャンプの違いです。はい、ジャンプコンビネーションを一つ失敗してしまいまして、大きな減点の対象になってしまいました。さすがに終盤の滑りは非常にいい滑りを見せましたね。はい、思ってもみなかったジャンプの転倒がありましたセベスチェンのファーストマークです。 4.8、 4.6 というちょっと低い評価になってしまいました。最高が 5.2 です。5.2 が2人というファーストマーク、当然セカンドマークは上がると思いますが、ソルトレークオリンピック8位の実績がありますので、相当この大会は高い目標があると思います。セカンドマークは上がりました。 5.6 まで出ていますが、6位というジャッジの評価もあります。しかし現在のところランクは2位です。5.4 Thank you.